盗賊にまだ生き残りが。まさか、確実にみんな息の根を止めたよ。ということは。あそこ、瓦礫の下から聞こえてきます。この少女、悪魔つき。盗賊が名乗っているだけかと思ったら、本当に悪魔つきがいた。盗賊に襲われて隠れているうちに家を壊されて下敷きになったってところかな。普通なら即死でしょうけど、悪魔つきの力で生き延びれたのかもね。して殺して、そういうわけにはいかないわ。あなたにはまだ生きる術があるから。拷問、いや、お願い、殺して。あの、勘違いしているみたいですけど、拷問のために生かされるわけではありません。安心して、私たちも悪魔つきだから、今、私が楽にしてあげる。アルファ様、誤解されるような言い方はやめた方がいい。この子、多分勘違いしてる。そうね、確かに今の言い方は紛らわしかったかも。でも、おかげで治療をしやすくなったわ。待ってて、今解除してあげる。もうちょっとじっとしててね。これが終わったら次は骨折を治すから。痛みを感じるようになったのね。おめでとう。それは生きている証よ。生きている証私なんかが生きていていいの？悪魔つきなのに。これはね、悪魔なんかじゃない。英雄の子孫だって証なのよ。ある人が教えてくれたわ。悪魔つきの私なんかじゃなくて、誇りと自信を持つの。絶対大丈夫、そう信じなさい。解除の方はどうだい？これで終わりなのかな？ええ、魔力の暴走は完全に抑えられたはず。うん、お疲れ様。初めてなのに大成功、すごいじゃないか。何度も脳内で練習していたし、とはいえやっぱり嬉しいわね。ベータやゼータたちのおかげよ。私は何もしてないですけど。あら、そうでもないわよ。一旦
アジトに帰るべきじゃないかな。この子は私が担いでいくよ。そうね。噂に釣られた教団がやってくる可能性もあるけど、今は悪魔つきだった彼女を回復させるのが優先ね。私ももっと強く。焦っても何もいいことはないわ。今は力を蓄える時。はい。シド、あなたはこんなにも緊張感のある役目をたった一人でやっていたのね。すごいわ。あなたは危険な場面でこそ笑う。それが仲間に与える安心感は計り知れない。私も虚勢でも笑えるようにならなければね。今日もまたあなたの剣筋を目で追えなかった。より研鑽を積まなければね。この前イプシロンに体重を聞かれたの。測ったことがないって答えたら驚かれたわ。体重ってそんなに気になるものかしら。あなたがこの前作ったお寿司という料理、とても美味しかったけど、わさびというあれは何？嫌がらせ？あなたと話している時間はとても貴重よ。ほんの些細な言葉からでも素晴らしいひらめきが得られるの。今日は誘ってくれてありがとう。最近任務で張り詰めていたからちょうど休憩したいところだったの。高いところは楽しいわね。ううん、私がどうこうじゃなくてあなたが楽しそうだからよ。私がロングスカート好きなのはクレアさんの影響ね。あなたがこっそり持ってきてくれた彼女のお下がりを着ることが多かったから。高いところはカップルがよく集まってるわよね。私たちも大きくなったらなんて。冗談よ、聞き流して。時々自分の中にあなたを感じるの。悪魔月から救ってもらった時の魔力の名残かしら。固くなすぎて融通が効かないのが私の欠点ね。かといっておおらかにもなれない。三つ子の魂100までとはよく言ったものね。エルフの一族に伝わる歌を知ってる？悠久の調べと哀切に満ちた詩。いつかあなたにも聞いてもらいたいわ。あなたの知識とあなたの強さ、何よりあなた自身のことをもっともっと知っておきたいの。前に200歳までは生きるつもりだと言ってたわね。それ300歳にならない？エルフの寿命には少し足りないの。
私が戦っているのは復讐のため、正義のため。それが時々わからなくなるの。そうね、理由は何であれ誰かが戦わないと。あなたが夜に小屋を訪ねてくるのは、あの頃の私にとって一番の楽しみだったわ。こうやってそばにいるとあの夜を思い出すの。黒衣を身にまとっているのに、あなたといると緊張感よりも、何なのこの高揚感。私もまだまだ修行不足ね。いい？今日はデートの練習よ。そんな顔しない。もっと楽しそうに笑って。